ロンズ今日ね、初コスコに行ってきました。イエーイ。いや正直、こんなにたくさん買うものあるかなと思う気持ちで行きましたが、じゃじゃーん、見てヨンズ、なんか買いすぎました。YouTuber の方たちたくさんコストコに行ってるので、なんであんなにみんなコストコ行くんだろうって思ってたら、いやめっちゃドハマりしてて、多分私毎月行きたいなって思う気持ちで入りましたね。もうびっくりしたし、すっごくすっごく買うものもたくさんあって、いやいくらだったっけな、こんなに、でもね、こんなに買って、だいたい多分5万円ちょいぐらいを買いました。これね、絶対ねやってみたかった動画なので、最後まで見てね。じゃあ、私すごい寒がりで、いつもコンビニに行くと買ったり、いつもバッグに冬絶対入れてるので、カイロを買いました。あと大きく買ったのは、いっぱい入ってて、これ子供の、じゃじゃん、歯ブラシ。やっぱ子供って、私もそうだけど、歯ブラシ結構ね、まめにすごいチェンジするので、スーパーとか薬局に行くたびに1本2本買って帰ってたんですけど、こんなにあればでもめっちゃ安かったから、これ結構いいなと思って、これと歯磨き粉、結構なくなるの早いので、いっぱいあってもいいなと思いまして、大きいもの買いました。あとね、このスケッチブック、いっぱい入ってる。まあ子供がめちゃくちゃ書くものにハマって、すごくまめにスケッチブックを使い切るんですね。なのでこれは正直もう一箱欲しいなと思うぐらいすごい使うので、毎日買ってみました。あとは、あ、そうそうそう、これ電池、こんなに大きくして売ってるんだと思って、すごくない？48個ずつ、しかもこの一番使う大きさで買いましたが、結構子供のおもちゃとかにたくさん入るので、見るたびに買うものだったので、こんなに入ってるとすごい心強いなと思って買ってみました。大体こういうね、ストックがあるとすごい便利なものがいっぱいあるなと思って、このね、ジップラックも結構見るたびに買うじゃないですか。子供のご飯とか作り置いて豆に入れてるので、冷凍庫とかに、これはあってもあっても使うなと思いまして。おお、すごく良くない？これ、しかも大きさも、ほら、なんかいっぱい入ってるものを買ってよかったなって思いました。あとこれシール、結構子供がねこういうのにハマってるから、こんなにたくさん入ってるのはありがたいなと思って見ました。あとはね、これはね、ガラスの電子レンジとかにも入れられたり、ストレージセットを8ピース入ってる、ガラスになってるのがすごい好きで、こうやってセットになってるの でしかも大きさもいろいろあるので、なんか使いやすいなと思いまして買ってきました。めちゃくちゃこれ便利だよね。じゃじゃん、チンできたりするとすごい便利なので、でガラスの方が好きなので、オーブンでも使えるし、電子レンジも使えるし、汚れなくて匂いもつかないって、これすごくいいです。あとね、じゃーん、見たら絶対買いたくなるラッポッキー。これの作り方は結構前の動画にあるので、ぜひ見てね。これは私が一番今ハマってるラッポッキーとラーメンが一緒になってるので、コストコ行くとやっぱりこんなに大きくて、あと300円ぐらい安かったんだろうね、値段がね、ちょっと安かったのよ。なのでクリスマスとか家族で食べようと思って買いました。いっぱい入ってるからいいんだよね、これ。でもこれ買って帰る時にカゴに入れてる方多かったので、人気なんだと思って、やっぱり嬉しかったです。あとはこういうものってなんか毎回結構荷物なるし、こうやって1回で買ってくるとすごい便利だなと思って、いや本当に私毎月行きたいなと思いましたね。すごい楽しかったです。
あと、これ、じゃじゃーん。これずっと欲しかったんだよね。スピーカー。子供生まれてから、アウトドアがすごい多くなって、なんか外でも音楽聴きたいなぁと思ってたので、このスピーカー結構おしゃれだし、大きさも、いやーちょうどいいかも。色も素敵だね。いい感じかも。じゃじゃん。なんでもあった。ないものがないぐらいだった。むしろ。ほら。こうやって車とかバッグとかにもつけれるから良くない？これこのサイズとこの細さ、あと切る電池が近かったよ。キャンプ行く時にちょうどいいなと。グランピングね、最近ハマってるのでこれいいなと。グランピング用のスピーカー、これもね、値段でもそんな高くなかったんだよね。あとは、そう、あ、これ。なぜか韓国人がね、友達だったり、家族、お母さんだったり、いつも頼まれるのはこのキャベジなんですよ、日本の。なので、これはなんか癖で、見るたびに買っとくの。韓国のお土産で、いつもこれを、結構小さいサイズのやつを絶対こうあげるんですけど、自分用にも買っときたいなって思って、さっきなんかあると買ってしまうこのキャベジ。この癖が。私はそんなにはあれなんだけど、本当に韓国の人たちお土産で何欲しいって言ったら、みんなキャベジン買ってきて、キャベジン買ってきてって。なので自分でも買ってみました。あとね、目薬、私結構最近ドライアイで目が乾きやすくって、レンズつけてないんだけど、なんか冬とか結構こう季節の変わり目に目が乾燥してる気がするので、これもちょっと2つセットで売ってたので買いました。あとね、めちゃくちゃ私いいの見つけたの。これみんな知ってる？ミニオリーブなの。見て、オリーブオイルがこうやって一個ずつになってんだよね。すごく良くない？私結構オリーブオイル使うことがすごく多くて、結構こう瓶で買ってるんですけど、お料理で瓶だとね、重いし持ち運びにくいから、これめっちゃいいなと思って、一個ずつあるとめっちゃ便利で、私すごく好きなの。見て、サイズもちょうどいいよ。ほら、1個ずつこうやってあるとすごい新鮮そう。これすごい。めっちゃあるね。これ分けてもいいぐらいかもね。ほら、ピクニックにもいいし、仕事の時もいいし、家でも便利便利。イエーイ。あとは、じゃじゃーん。これがね、ちょっと値段が、まあ8000円。だったかな。外では1万円ちょっと超えるのね。ずっとずっとちょっと気になってた商品だったんだけど、あー、意外と大きさがちょうどいいのかも。海外に全然行けないし、前は子供にいろんな国行ったり、韓国行ったりする時も飛行機で結構こう教えたり、なんとなくそうやって教えたりしてたんですけど、今本当にこの後何年間多分行けるかどうか分かんなくない？なので、ここがおばちゃんがいるとこねとか紙では説明をしてたんですけど、最近結構聞くの、子供がどうやって行くのとか、こうどうやってなってるのって言って、説明をするときに、あー、おんまー、おんま、これ韓国、もう私これ見るの大好きなんだ。これ日本語でなんて言うの、韓国はチグボンって言うんだけど、使い方、お、電池がいる。さっき買ったからさ、よかったじゃん、こういう時に。さすが私、サイズぴったり。で、見てよ、これで充電もできるんだね。行くぞ。大韓民国、首都はソウルです。大韓民国、首都はソウルです。これで子供と勉強できるんだよ。めっちゃいいじゃん。日本、首都は東京です。すごい。これさ、私何時間も多分ずっと遊べる。これでメキシコ、首都はメキシコシティです。アメリカ合衆国、首都はワシントン DC です。国探しクイズ、クイズリア、メディア。めっちゃいいね、これ。これ絶対息子大好きだと思う。またね。
これ買ってよかった。これが正直ちょっと値段がこの中では一番多分高かったから、でもすごいこれ素敵。これで旅行には行けないけど、いろんな国を勉強しておきます。あとはね、これもね、さっきのオリーブオイルと同じなんだけど、コンタン。私ね、コンタンすごい好きなのね。これは何でも入れると美味しいんだって、多分。わかめスープ作る時とかもいいし、チゲとか作る時とかにもいいんだけど、これがすごく私いいと思ったのは、これもこうやって一個ずつなってんの。なので、なんかお料理してて、スープに入れるだけで出汁が出るので、これすごく私使えるなと思いました。買いました。めっちゃいいね。ドンキホーテとかにはこれ4つとか3つとかだけ売ってたりするんだって。でもこれ12個も入ってるからお得だなと思って買いました。あとはじゃじゃーん、わかめ。私わかめすごい好きで、いっぱいあったりこうなんかケアするのすごい大変じゃない？でもこれこのまま使えるんだって。こうやってこのままサラダに使えたりするから、自分が食べたい量をチップに入れといて、朝とかもうこれにドレッシングかけたりとか、もう何でもこれでスープとか良さそうだったので、ほら食べやすいサイズ感とか、これすっごいいいなと思った。これは多分また買いに行きたいです。あとは最後ね、すごいよ、じゃ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 、見てこれさ、もうすごい香りいいんだけど、ヤンニョムの豚バラ肉なんだけど、なんか子供も食べれるぐらいの辛さですって書いてあったの。いい色してて、びっくりしたのがすっごい量のお肉がいっぱいあったの。全部買って帰りたいと思ったんだけど、入んないし、冷凍しすぎてるのも私あんまり好きじゃないので、このぐらいだったらね、結構食べれちゃうんじゃないかなと思って買いました。これすっごい美味しそうなんだよね。今日結構夜食べたのに、見るとめっちゃお腹すく。こんなに入って2000円なんだよ。すごくない？焼くだけっていう。いやーもう、美味しそうな香り。ドンツー。もう私コストコにドハマりしちゃいました。大変。絶対来月も行く気がする。私何でも揃えてこんだけいろんなものが安く買えるのは、それはみんな行くんだねって勉強になった一日でございました。また行ったら買ったもの紹介する動画撮ってみるね。また次の動画でね。コストコ行ってみてね。超楽しかったよ。バイバイ。じゃーん、今の時間11時でございます。早速だからヨンズたち見るだけじゃ分かんないかと思って、今から食べてみるよ。11時にこれ大丈夫かしら。正直さっきこの動画撮りながらお腹空きすぎちゃって、いい香り。ヨンズできたよ。この時間食べるのは私が食べたいわけじゃなくて、ヨンズに味のレビューをしてあげたくて食べるからね。いただきます。めっちゃ美味しい。うん、ちょっとパパ、ご飯食べた？お腹空いてる。食べてみて。何これ、めっちゃ。今日コストコ行ってきたの。行ったことある？コストコ。いや、多分ない。え、なんだっけ、俺、ニトリはあるから。子供も食べれるぐらいの味って。どう？うん、すんごいね。すごい買ったね。これでいくらかしてる？見たよ。2000円。やんにょ、やんにょ。うま。うん、白いご飯。いや、今、同じこと言おうと思った。おいしい。うん。夜11時半、みんなお肉食べる。うま。おいしいね。うま。ね、ご飯食べたい。これ韓国海苔とご飯と食べたい。いや、コストコ今度行こう。うん、めっちゃ楽しかった。うん、うん、うまーい。これうまいね。